にちは、ゆなです。つくぎたい女と食べたい女、4話から7話の徹底解説をします。女性同士の恋愛場面が出てくるユキ作品です。2週目はユキと春日の休日のお出かけから始まり、ユキが春日を恋愛的意識し始めます。第4話です。3話の最後で春日から何回かお誘いいただいたのに会社の飲み会で行けなかったので休日出かけませんかと誘われます。2人で出かけるのに何を着ていこうか迷っているユキ。服について調べますが、彼氏のためにおめかしコールなどの生地が多く、自分が好きだから綺麗な服を着ているのに、それも男性のために回収されてしまっていると違和感を感じる場面があります。作りたい女と食べたい女の作品では、女性に対する無意識の偏見な場面が出てきます。女性は男性を喜ばすためにメイクやおしゃれをするべきなど、女性の権利を考えていきましょうねという場面になります。二人で海に行き、マーケットに行きます。ユキ、一緒にいると楽しいので、こんな時間を増やしたい。春日、マーケットは何とも言っている。海に行こうとも思わなかったし、かぼちゃを丸ごとプリンにしようとも思わなかった。今まで自分は楽しい人と言われたことはなかった。ユキと春日二人で話しています。まだ恋愛関係には進んでいないですが、お互いに一緒にいたい、一緒にいて楽しいなど意識をし始めていくようになります。春日の楽しい人と言われたことはなかったもポイントだと思います。春日のキャラクターは女性らしさをなくしているキャラクターとして描かれています。女性は笑顔で愛想が良い、男性のつまらない話も愛想笑いしながら聞いているべきであるなど、女性に対してはこういった無意識の偏見のイメージがあります。春日はユキと仲良くなっているにつれて笑顔が出て楽しそうになってきますが、あまり笑わないキャラクターとしてデザインされています。ユキと慣れて笑っていた時にはユキは笑ったと驚く場面もあります。ユキの方はなんとかだよなど、だんだん敬語は取れていき、打ち解けていきますが、春日は敬語のままで話しています。5話です。クリスマスと年末の過ごし方を考える会になります。ユキの職場、忘年会の話が出ます。男性社員から忘年会12月24日金曜日でいいと共有されますが、女性社員から予定があるなら嫌ですと言い返します。男性社員はクリスマスは25日もある予定ずらせないと交渉しますが、できないと言い返されてしまいます。会社の忘年会や飲み会苦手な方は多いと思います。年末やクリスマスの時期の場合、家族やパートナー、大切な人と過ごしたいという方もいると思います。仕事の人とは嫌でも仕事の時間は過ごさないといけない。プライベートの時間も自分のお金や自分の時間を使わないといけないので、飲み会が好きな方や話すのが好きな方はいいですが、苦手な方は多いと思います。コロナになり飲み会が減ったので楽になったという方はいらっしゃると思います。私も今まで会社で新入社員は忘年会で出し物を考えないといけないなどがあり、それが楽しい人はいらっしゃるかもしれませんが、あまり盛り上がるのが得意ではない性格なので、きついなと思った場面があります。仕事は仕事以上でいいんじゃないかと思ったことはあります。ユキは実家の母と電話で話をします。今年年末はどうするの？休日、家でご飯食べるの？相手はどんな人？明日家で人とご飯を食べる、ああ女の人なんだ、なんだ友達と会うだけかと言われます。これは親からの圧の場面です。年末に自宅に帰りたくないという方はいらっしゃると思います。一緒に休みの日に会う彼氏なのかと思われますが、なんだ女の人か、早くいい人、異性の恋人や彼氏を見つけたらと言われます。ユキは春日さんに年末帰省するかと聞きます。春日さんは10年くらい家に帰っていない。春日はユキが自分へ気を使っていないか心配しますが、ユキも親からの圧に悩んでいるし、春日も6話で詳細がわかりますが、実家には帰りたくない理由があります。二人はクリスマスと年末年始、一緒にご飯を作って食べて過ごすことになります。あんまり飲まない人の場面でごめんね、楽しそうに飲まれるのですね、と、ユキは敬語が取れてきておぎ馴染んできていますが、春日さんはまだ敬語で話しています。第6話、春日さんの過去がわかります。ユキと春日はクリスマスと年末一緒に過ごすことになりましたが、春日はユキが気を使っていないかを心配しています。ユキは親の圧があるので帰りたくない。春日さんは別に気を使っているわけではないよという話を二人でしています。ユキはお母さんから春日と一緒に過ごすことを伝えると、ユキも遊んでいない、早くいい人を見つけてねと言われます。悩む方が多い親からの圧の場面だと思います。春日も家に帰りたくない理由がここで話されます。春日さんの家は十分に食べさせてもらえなかった。保守的な家庭で食べ物も弟と差をつけられていた。父や弟やおかずが一品多い。不出来なものや小さいものは私に与えられた。十分食べさせてもらえなかったことが帰らない理由になっていました。ユキは話の続きを聞きたいと言います。恋愛感情の要素、相手のことを知りたいという気持ち、所属心は欲求に含まれると思います。ユキが春日を恋愛的に好きだと
意識をし始めるのは次回の回になるので、今回は伏線になっていると思います。食事の内容が多すぎますが、春日と春日のお母さんは卵がないです。前の話でユキが春日と卵好きですよねと話しています。前の話ではユキは春日さんに対して春日さん卵好きですよねと話しています。春日は家族から自由になり、卵をやっと自由に食べれるようになったのだと思います。父が弟のために用意した食べ物を食べようとすると嫌な顔をされる。女性である自分が台所の手伝いをさせられてしまう。家族の中にも序列があって、私はいつもお腹を空かせていた。夜お腹が空いて眠れず、起きて食パンを自分で食べた。母の作るご飯はいつも美味しかったが、この時の食パンは本当に美味しかった。どうして美味しいものをこんな惨めな気持ちで食べないといけないのか。大学は家族の反対を押し切り、別の県で就職してからも県外で10年近く春日は家に帰っていませんでした。春日さんの家族の中では序列があったということがわかります。男性である弟が上、女性である自分は下にされ、食事も男性の方が良いものが食べてて、女性は手伝いをさせられていた。それが嫌で春日さんは実家に戻らない選択を選んで、自分らしく生きるようにしていました。ここも女性への無意識の偏見が出ている場面です。ユキはこの話を泣きながら聞いています。8話でユキは春日さんのことを恋愛対象と時期をし始める場面があります。その伏線で恋愛感情の要素、相手のために何かをしたい貢献の気持ちを表しているのだと思われます。春日さんは食べたいという気持ちをやっと受け入れてもらえた。ユキはただ作りたいという気持ちをやっと受け入れてもらえたと、2人は分かり合うことになります。ユキは自分が好きで行儀を作っているのに、好きなことをしているだけなのに家庭的ですね、いい奥さんになれますねなど、何でも男性のために回収されてしまうのが嫌だったと言っています。6話の冒頭で春日さんは卵が乗った食パンを食べています。子供の時にもベッドから抜け出して卵を乗せたパンを食べています。やっと自由になれ、子供の頃に本当に美味しかったなぁと、卵を乗ったパンを食べれるようになっています。オープニングの時も春日さんは冷蔵庫から卵を研ぎ出しているので、卵がポイントなのかもしれないです。第7話、恋愛感情についてです。ユキや女性の同居と話していると、恋愛しているみたいだねと言われます。春日さんに対する感情って何なんだろうということを意識し始めます。街でクリスマスのポスターが貼ってあります。異性のカップルがほとんどですが、その中に女性同士が恋愛しているポスターも見ます。インターネットで恋愛感情を定義で調べます。他にも恋愛女性同士とのでも調べていきます。最初は女性同士のセックスってどうするのなど、そういった記事を見て気持ち悪くなっていきますが、記事を下まで調べてみると、LGBTQ やレズビアンの経験談の記事なのが出てきます。LGBTQ の当事者は左利きの人と同じぐらい、11人に1人ぐらいいるということが出てきます。レズビアンの言葉を見て、春日さんへの自分の気持ちや恋愛感情であると意識をし始めていきます。インターネットで検索をして LGBTQ の当事者ではないかと気づく場面は、アロマンティックアセクシャルのドラマ、恋しての2人にもありました。主人公の作子は恋愛できない、おかしいなどという言葉を調べて、アロマンティックアセクシャルの言葉にたどり着く場面もありました。作りたい女と食べたい女も、女性同士の恋愛場面が出てくる指作品、レズビアン作品になっているので、共通する場面ではないかと考えられます。作りたい女と食べたい女、第2週目の解説は以上です。ユキと春日さん、女性同士の恋愛関係が進んでいく場面になっていました。原作ではこの後、2人で一緒に暮らすなどの話になっていったり、アセクシャルな場面も出ていきました。第3週が最終回になりますが、この後どのように進んでいくかポイントだと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。